今日のおかずは釣れたかな？2021年11月早朝、広島県廿日市市小田島公園、別名山田やもみじファミリーパーク、地元では釣り公園として知られています。父ちゃん何してるの？釣り糸と仕掛けが絡んでしまったので解いてるところだ。投稿した姉ちゃんは早速釣り上げてるね。堤防の後ろ側には公園スペースが広がっています。みんなが釣りしている間に午後は園内の散歩に行きます。初めて歩くところは緊張するけど心が踊ってしまうんだぜ。公園内のトイレです。水洗で数も十分あります。釣りでベタついた手をすぐに洗えるのは嬉しいです。水は大事だな。残念ながら火は使えないので、釣ってすぐに焼いて食べるのはできないんだな。テニスコート発見。隣に野球場もあります。潮風に吹かれながらスポーツするのは心地いいね。椅子やテーブルがたくさん設置してあるので、ここでお弁当を広げることもできるね。海を見ながらお茶するのもいいよな。芝生を走るのも楽しいぜ。午後、あんまり走るとついていけないよ。父ちゃん、なんだか黄昏れてない？潮が来ないんだ。時刻は8時を回ったところです。俺も父ちゃんのお手伝いしようか？姉ちゃんたち、手伝ってあげるぜ。エビっぽい匂いがする。これでサヨリを引き寄せるんだな。俺もちょっと味見していい？ダメなのか、残念。公園をたくさんお散歩して歩き疲れた午後は車内で一休みします。若い午後は回復がめちゃくちゃ早いのよ。早く出せ、どっと取らせ、歩かせろとすぐに騒ぎ始めます。午後は普段から父ちゃんと一緒に走り回っているので、アスリート並みの体力です。母ちゃんまだ回復してませんよ。メタボなめんなよ。こらー、父ちゃん背中がすすけてるぜ。今日は潮の満ち引きのタイミングに問題があったと言わざるを得ない。一匹でも釣れたんだから坊主じゃないんだぜ。サイズはいい感じだな。腹の足しにはなりそうもないぜ。朝の10時半に釣りを終えました。お菓子屋さんのバッケンモーツアルト廿日市工場直営店に移動します。テラス席では犬も一緒にくつろぐことができます。みんなと一緒にお外でご飯を食べる機会は少ないので、午後は大興奮、そして大喜びです。いい子にする俺なんだぜ。タイランチは一番人気らしい。日替わりはお得感があります。ステーキのサイズは選べます。モーツアルトはやっぱりケーキなんだぜ。午後には野菜とご飯を分けてあげたよ。ご飯食べたら帰るんだな。姉ちゃんたちが午後と歩いてくれたよ。姉ちゃんは母ちゃんより体力あるから歩きやすいぜ。姉ちゃんは鍛えてるから俺の歩きについてこられるんだぜ。俺は紳士だから母ちゃんの年齢には触れずにいてあげるんだぜ。母ちゃんが体力ないのは昔からだよ。農家のせいちゃんは。午後は姉ちゃんたちに遊んでもらえて嬉しいみたいだね。俺毎日魚釣りに来たいぜ。川の浅瀬にカワウがいました。アユを食べるカワウは駆除対象となっています。アユ的には誰にも食われたくない。帰ったら午後は爆睡してました。おまけもあるわよ。サチの主張。サチはメイたちが飼っている若いオスの文鳥です。川に僕はお留守番ですか？もちろん留守番で一般ですよ。ぐれてもいいですか？